こんにちは、駄菓子屋ゲームアップス館の岸です。今回はこちらのたこ焼きキッズ100回やってみたの13回目ですね。まあ早いものでもう13回目ですね、でね、これをね、あの最高あたりの500枚が当たるまでまあやり続けてるって感じなんですけどね、でね、まあこのシリーズをね楽しみに見てる方ならまあなんとなくね分かると思うんですけど、今日商店街の役員会がありました。まあ、この辺もね雑談的にお話ししながらゲームの方をやりたいと思います。でね、前回前借りシステムで2枚使ったんで、今回はね98枚からのスタートですね。ではね、早速第1等でね、このハイトアップに6回入れば500枚ですね。あ、いきなり死んだ。こうやって今みたいにね1箇所に2つ玉が揃ってしまうとゲームオーバーですね。残念。こうやったと回転に入るとこのルーレットが当たり、あの回ったりしてね。またずれた。まあ今日ね、こう役員会があって、まあこれがね、そのまあ議事録というか解放なんですけど、まあ今日はね、まず。前回も話したと思うんですけど、トレセンのスポーツ祭りね、まあ、これについて、ホットドッグ出すっていう話したと思うんですけど、まあ、それをね、細かく入った入った積み立って感じですね。まあ、前回も、ホットドッグは600セットと、あと、フランクが200本で、でポップコーンだとかジュースなんかもやりますよって話したと思うんですけど、まあ、今回はねもっと具体的に、これが、10月8日の今週末ですね。今週末やるんで、こうやってなんか細かい買い物リストみたいなやつ、誰が何用意するとかなんとかっていうのもあったりとかで、あとこれか、あとこういうね、こういうテーブルレイアウトなんかねやりましたね。でまあまあ、いろんなやっぱね、ホットドッグってもやっぱいろんなものが必要なんですよね。なのでまあ誰がどれ持ってくるとか買いに行くとか、そういうことをまあ細かく話しましたね。まあ私はね、あの3連休はもうずっとこのね博物館に出ずっぱりなんで、まあお手伝いすることはできないんですけど、まあ他の人たちはね本当に、まあ、手弁当に、ね、参加するんで大変ですよね。入った入った。で、あとは、まあそれ、あの毎年フランクホットドッグか、ホットドッグやってるんで、あ、入った。あの寸胴持って行ってこう、あのウインナーですね。ソーセージを温めてるんですよね。で、そのまあウインナーは温めてパンに挟んで売ったりとかするんですけど、それでこうほら寸胴で煮てると、あのソーセージの出汁が出るじゃないですか。それをなんかね毎年そのなんていうの、あの、まあ、参加したメンバーみんなで、あのポトフみたいのして、じゃがいもかなんか入れてポトフかなんかにして、まあなんていうのかな、あのそういうの食べてるのが恒例になってるんですよね。あ、110枚まで来た。110枚ってことは落とすボタンを押してね。2回入ったのか。あー、ダメだな。まあ、この4と5が空いてたんでいけるかと思ったんですけどね。で、まあ、結構なんか、その毎年、まあ、ポトフを楽しみにしてるみたいですけどね。で、まあ、じゃあ、会長が、まあ、隣のね時屋さんの会長が、じゃあポトフも今年は売るかなんて言い出して、でもそうするとあの器だとかそういうの用意しなくちゃいけないから、まあ大変でしょうってみんなに言われてね、いや冗談なのにみたいなことを言ってましたけどね。まあそういう感じでわっきわいあいとね話をしてたわけなんですけど、あとはまあ、あのトレセンは、まああとはこのトレセンスポーツ祭りは、まああの、まあ、一応ね、
天気は雨じゃないんで、まあ大丈夫じゃないかな、天気の方が大丈夫じゃないかなって言われてるんですけどね。気温が25度って言ってたかな。なのでね、まあ皆さんもし、トレセンスポーツ祭り来る人がいたら、稲荷通り商店街のねブースで、ホットドッグ買ってみてはいかがでしょうか。あのジュースとかねポップコーンもやってますからね。あとは他の議題としては、あの商店街で認知症声掛け訓練っていうのをやるらしいんですよね。10月29日からあのお年寄りセンター主催で、まあ、このお年寄りセンターの人たちが来るんでしょうね。で商店街参加者で認知症役の人に声をかける方法を勉強しますっていうことですね。まあ、確かにこの辺ね、あのお年寄り多いんで、まあ、そういう認知症の人に声をかける場合の声のかけ方を勉強するってことですかね。なのでまあ、認知症役の人っていうのもいるみたいで、でまたそこでね、あの商店街長さんは、じゃあ俺があの商店、まあ、あの俺が認知症役やるからなんて言ってたから、でももうあの認知症役じゃなくて、もうすでに認知症入ってるな、わはははは、とか言ってましたけどね、あのいつもの調子で。でまあみんなも苦笑いみたいな感じでね来てましたけど、ああ重なっちゃった。で認知症の話はそんなもんで、あとはねもう一つは志村警察署防犯キャンペーンっていうのがあって、ああまた重なった。で10月18日に、商店街東口広場で行われます、ね。落としボタンを押してね。まあ、警察官が来て、いろいろ教えてくれる講習ってことですね。だから商店街からそのひったくられ役の人も出るみたいでね。まあ、ひったくられ役ってのはあの商店街の酒屋さんのおかみさんがね毎年ひったくられ役やってるらしいなんで、まあ、それも恒例行事になってるらしいんでね。まあ、そのひったくられとひったくりのこの様子も、まあ、10月18日にね稲荷通り商店街の東口広場で見れるらしいんで、まあ、興味がある方は、東口広場っていうのは、稲荷通り商店街の入り口ですね。あの国道17号から稲荷通り商店街入る入り口のとこがちょっとした広場になってるんで、まあ、そこで防犯キャンペーンやるってことですね。なんかいろいろあのボールペンだとか袋とかあのティッシュとか警察防犯グッズもらえるから参加してみたらなんて言ってましたけどね、まあ、よくあるそういうキャンペーンですね。まあ、商店街の、役員会はそんなもんですかね。まあ、今回はやっぱメインのね、落としボタンを押してね。10月8日に迫ったそのトレセン祭りの打ち合わせですね。まあ、それがメインでしたね。あとはそうそう、ちらっと、ツイッターの方でも書いたかな。駄菓子屋ゲーム博物館の入り口のあの右側にあったあのジュースの自動販売機がこう撤去されたんですよ。で、あれっていうのはあの、まあ、私がこの9年前に駄菓子屋ゲーム博物館入る前からあの上のね大家さんがこう設置してたもんなんですよね。なのでまあ大家さんがね管理してたん で私がいざとか 2,3 週間ぐらい前にあのここに来たらなんかいつもとなんか雰囲気が違うなと思って、なんか変だな、なんか嫌だな、なんか変だなと思って、まあよく見たらその
実は自販機がなかったんですね。あの青いボスの自動販売機、サントリーのね。いやー、なくなっちゃったんだと思って。で、いきなり本当前触れもなくなったんで、まあ、どうしたのかなって気になったんですよね。で、その時、あ、そうだ、確か水曜日だったんですよ。で、水曜日か水、あの博物館定休じゃないですか。で、たまたまなんかあの仕事かなんかで水曜日の、午後かなんか来たんですね。そしたらそれのなくなってることに気がついて、あ、入った。あ、なんとなくもう3回も入っちゃってる。落とすボタンを押してね。ああ、忘れちゃった。で、残念。どうしたのかなって気になってて、で、ほら、一応うちも町会に入ってるんですよ。あの駄菓子屋ゲーム博物館の田中として町会に入ってるんですよね、宮本町の。で、町会に入ってるんで回覧板が回ってくるんですよね。で、順番的に大家さんがうちに持ってきて、うちから隣の時計屋さんに回覧板持ってくんですよ。で、あの大家さんが回覧板持ってきた時に、あ、ジュースの販売機なくなっちゃいましたねって言って話したら、あ、そうなんですよ、水曜日の午前中にあのジュース屋さんが撤去に来て持って行ったんですよなんて話して、そうですか。でもほら、あの私のカウンターの後ろに壁の後ろに自販機があるんで、結構夏とか冬とかガッチャンガッチャンガッチャガチャン結構売れてたんですよ。だから結構そうやって売れてたみたいですけど、どうして撤去しちゃったんですかって聞いたら、いやいや、そんな大して売れないのよなんて。でも音だけ聞いてると結構売れてるみたいでしたよって言ったら、いや、本当に、売れる時期ってもうほとんど、限られてて、みんな大して、売り上げもなくて、まあ電気代も出るか出ないかだったんで、もう契約がもう気がいいんでもうやめちゃったんですよみたいな話して、ああそうなんだ。で、まあ自販機もね1個売れたって、あのみんなに対してあの利益ないしってことでね、で電気代もかかるしみたいなとこ行って、で前ほらあのこの個人駄菓子屋ゲーム博物館が入る前は、あの大家さんがあの薬屋さんやってたんですよ。で薬屋さんやってたんで、あの自分でね、あの自販機にこうジュースとかなんか詰めてたらしいんですよね。でその時はほらやっぱ自分で、ジュース詰めれば利幅大きいじゃないですか。でその時はそこそこまあね、よかったんだけど、もうほらその、まあ、ここのね薬屋さんが撤退してうちが入った時に、もうそういう詰めるのもやめちゃったから、もうほとんどね利益がなくなっちゃったから、もう一応今回まあね契約来たんで撤去してもらったって言ってましたね。だからね、自販機もね、自販機運営も大変なんですね。まあ値段競争とかもね。で大家さんが来たのは、まあうちねちょっと隣っていうか、やっぱ商店街なんでね、自販機何台かあるんですよね。でやっぱそういうとこと比べられちゃってちょっと高かったんで、やっぱね厳しかったって言ってましたね。なのでね、やっぱりこうまあ何でもそうだけど値段競争にね巻き込まれちゃうとね商売大変ですよね。でね、まあそんな話をしていたら、たこ焼きキッズもね今回も500枚ことなく終わってしまいました。確か160枚まで160枚だったかな、確定ではなかったな、確定3連続で入ったことあったんだけど、まあそれでね終わってしまいました。まあ今回もちょっとね見せ場がなかったですけどね、まあ次回はね目標を達成できればと思います。ではね、今回の動画は以上です。次の動画も見逃さないようにチャンネル登録お願いします。それではさようなら。
全国のちびっこ諸君、トレセンに行っても命はいないぞ。